予選は4組ありまして、各組1着と2着以下上位記録4名が決勝に進出です。1組目には日本選手権ファイナリスト東田さん、2組目には日本委員会チャンプ宇野君、3組目には関西委員会でチャンピオンの宮内君、西日本委員会チャンピオンの伊藤君、そして4組目には大会記録保持者の樋口君、そして日本選手権アンダー20優勝者の藤原君、この辺りが注目を浴びると思われます。7名の出場でスタートです。